はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第88回でございます。で、今回のテーマが迷ったっていいじゃないということでね。ではサブテーマが情報がありすぎるからこそ、そして知らない森と、ちょサブテーマ謎な感じがしますけどね、まあ、テーマは分かりやすいと、こんな感じで喋っていこうと思います。で、まあね、早速ね、本題入っていこうと思うんですけど、まあ、先に、なんだ、話しておくと、まあ、多分ね、咳をします。喉の調子が、まあ、ずっと良くないのと、咳がね、どうしても止まらなくって、そう、最近のね、勉強動画の時でも結構咳込んだりするところもあるんですけど、なので、ちょっと聞き苦しいところがあるかもしれないんですが、まあ、それをね、含めてお付き合いください。よろしくお願いします。で、今回これを話したのは、まあ、相談もあるんだけど、まあ、普段俺が思ってることというか、まあ、このね、30年間生きてきた中で思ってること、そして最近よく自分に言い聞かせてることかな、っていうのを、まあね、あえて話そうかなと思って、こんなタイトルとかテーマにね、しました。で、まあ、テーマは分かりやすくって、迷ったっていいじゃないって、迷ったっていいんだよということを伝えたい。で、なんでかっていうと、結構もらう相談でね、こうすごい共通してる感じを、印象があるんだけど、みんなさ、迷うっていうことに結構ネガティブなイメージがある風に感じていて、迷うのは良くないこと、迷ってる自分ダメとか、と、あの子は迷わなく、迷うね、迷いなく自分の夢に向かって突き進んでるのに、私はもうどうしてこんな、みたいなのとかも結構ね、目にするんだよね、そういうのを。で、実は俺がそういうふうに思ってた時期があって、すごい迷いながら生きて、まあ、今でもね、迷ってることも多々あるんですけど、そう、迷いながら生きてる時に、ああダメだなーって思ってた時があるんだよ。実際なんか前に進んでねえし、グダグダしてるし、うだうだ考えてるし、もうみたいな。そうけどね、まあ、最近というか、まあ、ここ数年やっと思うようになったのは、迷わない人ってほとんどいないんだよね。まあ、たまにいるよ。超人的な、こう、モチベーションを保つ人とかね。そう、すごい人もいるんですけど、まあ、基本的に、その今ね、輝いてて、こう、突き進めてる人。まあ、まあね、みんなの周りにもいるかもしれないけどさ、友達とかね、知り合いにも。そういった人でも絶対迷った時期がある。それを乗り越えて、今の輝きがある方がいっぱいいらっしゃるんだよ。俺のね、知り合いの方でもそうですけど。で、迷うっていうのはさ、こう悪いことではなくって、俺すごいいいことだと思うんだよね。ただ迷った時に何をするかっていうのが個人的にはすごく大事でね。で、例えばこれ大きく分けると2つに分かれるんですけど、俺の中では迷った時にその場で足を止めてじっくり考えるタイプと、迷ってる時にひとまず前に進んでみようって思うタイプで、これはどっちがいい悪いっていう結論ではないんだけど、本当はどっちも必要なんだよ、バランスとして。けれど、どっちかというと迷ってる時ね、うだうだ考えてしまう時だからこそ、足を前に踏み出さなきゃいけないっていうのをすごく感じてるのね。で、これはなんでかっていうと、それがね、知らない森っていう、そのサブテーマの下の方ね、まあ、そこにつながっていくんだけど、例えばだよ、これ本当例え話なんだけど、みんながね、じゃあ、全く知らないね、起きたら、目覚めたら、え、どこここみたいな。え、ここみたいな。で、知らない森にいるとします。すごいもう深いの、森が。で、食料も何もない、携帯もないって。え、どうしようってなるじゃんか。で、その時、え、ってなった時に、まあ、もちろんね、普段の迷うということとは、ちょっとね、次元が違うんですけど、けれど、そこで、え、って思った時に、まずじっくりそこに腰を据えて考えることも必要じゃん。作戦を立てようと。これからどうする？どうやって生き残る？みたいな。どうやってここから抜け出す？みたいなのもあると思うんですけど、でもある程度考えたら前に進まなきゃわからないよね。ひとまず歩き回らないと。ね。で、歩き回ってみたら、実は最初スタート地点はすごい深い森だったのに、ちょっと歩いたら、めっちゃ村あるし、みたいな。あ、人いるじゃん、みたいなことがあるかもしれない。で、ちょっと歩いてみたら、え、海？みたいな。え、ここ無人島？みたいな。じゃあ無人島って知ったから、じゃあこの無人島から出るために何をしようっていう作戦が変わるわけでしょ、考えることも。で、よく俺がね、口にするのが、歩かなきゃ、行ってみなきゃ見えない景色がそこにはあるんだよね。そうで、まあこれもね、そうだから歩かなね、だから足を前に踏み出さなきゃいけないっていうのも思っているし、あとはね、こう迷って、例えばさ、こうあまり考えずに突き進んでみたら、結局すごい、なんか二度手間だったこととかって人生であるんだよ。なんだよ、もっと考えてからやればよかった、みたいな。そう。っていう経験があるとね、
それが結構心に残って、じゃあ次はじっくり考えてからやろうみたいな。っていうことはね、思いがちなんだけど、結局ね、何かをやり終わった時、何かがね、こう通り過ぎた後っていうのは、振り返ってみないと、それが遠回りだったかどうかってわからないんだよ。結局、それが終わった後に、後ろを振り返って、あ、マジか、もう一歩道あったのかよって、あ、こっちの方が近かったんか、みたいな。それって、行ってみなきゃわからないんだよね。その場でどんなに考えても、こっちが近道なのか、こっちが遠回りなのかって、そんなにわからない。そう。だから、よく自分、ね、俺が思ってるのは、迷った時は、とにかくね、何かを前に進んでごらんって。そう。何かをやってみる。ね。その迷って、ね、こうでごちゃごちゃごちゃするとね、その辺を徘徊することになったとしても、でも、ずっとそこで足を止めて、じっくり考えてよりも、考えてるよりも、足を前に踏み出したことで、そこらがすごく前進になってる、前に進むってことになってると俺は信じてるので、自分が。自分がそういうタイプだから言い聞かせてるってのもあるんだけどね、もちろん。そう。なので、まあ、そういうふうな相談が多かったから、今まで。まあ、そういうふうに思ってるよと。で、サブテーマの1個目のね、その情報がありすぎるからこそっていうところは、そのさっき言ったように、その何かを始めるとき、こっちが近道なのか遠回りなのかってわからない。でも、実は今の世の中ってちょっとわかるんだよね。なぜかっていうと、まあインターネットとか携帯が普及してるから調べられるんだよ。例えばみんなが何かをしたいと思ったときに、これどうしよう、ちょっとアドバイス欲しいな、カチャカチャってネットでさ、検索したら出てくるでしょ。もうヤフー知恵袋にしても何にしても。だから、情報が得られる。けれど、実はその情報をいろいろ調べていくと、A の道の方がいいよ。B の方がいいし、C の方がいいってば、って、どれ？みたいなこともたくさんあるんだよね。今の世の中だからこそ。俺が中学校の時とかはね、そんなネットなんてなかったし、携帯電話もね、嫌みたいなもんじゃなかったからさ。だから、ね、まあ、時代は変わっていったんで、今の時代だからこそだとは思うんだけど、情報がありすぎるでしょ？そうすると、ね、こう言ってることがみんな違うからわけわかんなくなってくる。じゃあどうするか。で、最終的にやっぱり理解しておかなきゃいけないのは、決めるのは自分なんだよ。いつでもそう。決めるのは絶対自分。で、自分で決めたからこそは、人のせいにはできないんだよ。なんとかさんがさ、A って言ってたじゃんって。うわ、マジ C の方が良かったのか。A さん、じゃない、あれ言った A さん、じゃない、A がいいと言ったあの人すげえムカつくんだけど、とは言えないんだよね。そう。だって決めたのは自分なんだもん、そこは。それは責任が伴う、そこにはね。で、やっぱりその責任が伴うんだけど、でも、だからって、そうね、ネガティブなことではなくって、逆に考えたら、自分で決めることができるんだよ。そう。だから、自分のね、まあ、持てる力というか、そのね、機材を持って、情報を仕入れて、で、ある程度仕入れて、自分でこう、まあ、精査するというか、こうこうこう、こうこうこうで分析してって、まあね、わーって頭から煙が出そうになることもあると思うけど。けど、その情報を整理して、よし、私は B に行こうと。そう。それで間違ったらそれでいいって。ちょっと割り切る。そう。それは言ってみなきゃ分かんないんだから。A が良かったかどうかなんて。ね、B でね、通ってみて、あ、A の方が近道だったんだ。でも、B で来て良かったなって思えるかどうかは、それはやっぱ自分次第だからね。なので、まあ、そんな風に、これから、まあ、今ね、こう聞いてくださってる方が、学生の方か、社会人の方か、まあ、主婦の方か、わからないですよ。いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、けれど、人生生きてると迷うことなんていっぱいあるし、そう。で、一番伝えたいのね、一番伝えたいのは、そのテーマにある、迷ったっていいんだよ。そう。っていう、迷うことにネガティブなことは思わない。そう。迷ったっていいんだって。迷って前に進んでたら何かが変わるんだって。その変わる自分を信じて、ね、一歩前に踏み出すことが大事だと、ね、私は思っております。そして、日々、特にね、今年はそう、今年はすごい俺多分迷う一年なんだと思う、きっと。で、迷いながら、うだうだ考えながらでも、でも踏ん張って前に進めてると自負してますんで、ね、だから俺も頑張るんで、みんなもね、ぜひ頑張ってください。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第88回、テーマ、迷ったっていいじゃないということでね、喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、冒頭でね、説教するかもって言ったんですが、ちょっとね、頑張って、まあ、説教するのを抑えながら喋ったんで、ちょっとね、声があまり張れなかったんですけど、あれ、元気ないかもって、もしかしたらね、思われた方いらっしゃるかもしれないんですが、ちょっとごめんなさい、咳をするのをこう抑えながら喋ったので、こんな感じになりましたが、申し訳ない。来週までにはね、良くしておきます。
で、次回はまだテーマがまだね、決まっておりませんが、何か喋りますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。